皆さんこんにちは。こんにちは。一岡元気です。チャーリー西村です。今回はですね、リスクに先回りする保険会社 AIG 損保の提供でお送りします。はい、今日はね、実験をしていきたいんですけど、リスクに先回りする大切だと思いません？まあ、実験も危険なこと多いから先に手を打っとくってことだよね。そうですね、大切大切、めちゃめちゃ大切、はい、僕たち前に、例えば頭の上で火を燃やして、そしてホットケーキを作ったり目玉焼きを作ったりしました。やりました、ファイヤーヘッドね。ファイヤーヘッド、あれすごかった、はい、あと素手でお手玉とかもしたんですけど、すごかったよね、あれもね、いろいろしてるんですけど、まああれは火の熱が上に行くっていうことを知っておいたりとか、はい、あとジェルを塗って断熱しておいたりすれば大丈夫ってことを知っておけば、そう、そうですね、それなかったらできないもんね、本当に燃えちゃうもんね。そうなんですよ、やけどに対するリスクを知っておけばできる実験なんですよね。そうだね、はい、で今回はね、そんな特殊なのだとちょっとみんな身近には感じられないと思うので、ちょっとみんなも身近に感じるようなリスクを実験でちょっと確かめてみたいと思います。いいね。こちらは石硝子。石硝子？はい、あの植物の胞子ですよね。あ、そうだよね、あの細、すっごい細かい、もうつぶつぶね。そうですね、で、よくありますよね、こうキッチンでこう料理をしていて、はい、キッチンで料理中、ね、料理中、あ、こぼしちゃった、うん、うわー、大炎上、大炎上、こういうことよくありますよね。あるあるある。あとさ、誕生ケーキでろうそくの火に石硝子かけて大炎上あるよね。ありますよね、いや、ないでしょ。ちょっと科学的に面白いんですけど、まあ身近にはこういうものないか。ないよね、普通持ってないよ。そっか、今日はなんかキッチンとかで料理とかで使うものとかでも細かい粉あるじゃないですか。あ、小麦粉とか片栗粉とか、胡椒とか細かいよね。ね、いろいろ細かいものありますよね、そういうものがもしこうやってキッチンで料理中にばらまいちゃったらどうなると思います？え、今みたいにボって、え、なるの？燃えるのかな？え、なる？え、燃えないのかな？ならない？ちょっとそれをあらかじめ知っておけば、リスクに備えておけば火事にならないですからね。確かに。ちょっといろんな身の回りのね、細かい粉を燃やして確かめてみたいと思うんですよ、やってみよう。やってみましょう、じゃん、粉をいっぱい用意しました。すごい、もういろんなのあるね、なんかシュガーパウダーがあったり、シナモンとかココアとか。そうですね、胡椒とかシミとかさ、何このわさびって、わさびとか燃えるのかなみたいな感じですね。確かに気になるね、七味なんてもう辛いからめちゃくちゃ燃えそうじゃないですか。おお、確かに、なるほどね。あ、ちょっとそういう発想なかったら面白い、面白い、面白い、ね、だから、細かい粉をいろいろ用意しました、ルール説明しますね。お、はいはいはい、はい、今から、ここにですね、くじが入ってます、はい、この全部の種類のね、で、それを引いて出たものを、口に含んでこの火に向かって吹いてもらうと。なるほど、なるほど。いや、口に含むの？そうですね。いや、あのさ、甘いのいいけどさ、え、この七味とかさ、わさびだったら最悪だね。どうなんですかね、やばいですかね。やばい、それ運次第ってことね。運次第、そうです、このくじのね。OK、よし、やろうくじの運次第です。 OK、 よし、やっていこう。じゃあ行きましょうか。あ、じゃあ受けていく感じ、受けていく感じ、どうぞ。じゃあいっぱいあるから、こっちに行ったんで、こっちに行ったんで、じゃあね、僕はあー、これうまいよ、よし、これ決めた、よし、決めました。じゃあ、はい、何でしょうか。何か、せーの。僕ね、シュガーパウダー、シュガーパウダー、お、元気なんだった。僕なんね、胡椒とかだよ。マジか、口に入れるって言ったよね、いきなり、一発目から。オッケー、楽しみだね。まあやってみましょうか。やろう、やっていこう。どうでしょう、やりますか。やりますか、やりますか。さあ、じゃあシュガーパウダー、胡椒、くそ。うわ、僕シュガーパウダーから行こうか、また。あ、じゃあお願いします。まず、粉塵じゃないと燃えないということで、ちょっと火つけてみましょうかね。なるほどね、粉、あ、そうか、粉自体燃えんのかな。ね、火つけても燃えない。全然燃えないですね。全然粉に直接火つけても燃えないね。火つけても燃えない、うん、で、粉を粉塵にしたら、細かくしたら燃えるのか。そうだね、粉塵燃焼なるかってことね。なるかってことですね。細かくしたらもう酸素もういっぱい触れるから燃えやすくなるってことだよ、ね、粉塵燃焼ね。表面積が増えて酸素と触れ合うから、よし、石硝子のようになるかと。続いてシュガーパウダーです。さあ、燃えるでしょうか。うおうおうお、うん、
何今の火を消そう火を消そうよくないすごいすごいバブタンさすごい粉塵燃焼すんだねめちゃくちゃ燃えてます怖わーよしじゃあ続いてケイくんじゃあコショウさあコショウは粉塵燃焼するんでしょうかいきますはいおー燃焼してたねはいじゃあ次はねもうここからはねこう太いストローに入れてやっていきましょうか、まあ、最初からこうやってくれたねまずね何いきましょうかねじゃあまずはこれいこうじゃん片栗粉片栗粉片栗粉はい片栗粉どうなるでしょうか、はい、よしじゃあ僕は片栗粉片栗粉いきますねはいどうでしょうかどうでしょうか片栗粉いきますおらあれ燃えないね燃えないっすね片栗粉え粉塵燃焼しないんだしないっすね続いてコーンスターチ、はい、コーンスターチいきますあはいはいいきますウィアウィアちょい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 今すごくなかったやばいやばいやばかったですねこれは熱かったよ今すごかったですねいやいやいやすごいに起きたねおーコーンスターチは燃えるということです続いては白ごまさあどうでしょうか、はい、お願いしますいきますあれえあの向こうにブワーってブワーって粒が飛んでたね粒が飛んできましたねいややっぱりさ粒ちょっと大きいから粉塵燃焼しないんだね、うん、じゃあちょっと細かそうなのいこうかいきましょう細かそうなのは粉わさび粉わさびこれは粒子的にやばそうだどうでしょうかじゃあいきますはいうおーうおーそれもさ、なんか燃え方がボボボボボってゆっくりじゃなかったなんか美しかったですねそうそう、燃焼速度がちょっとゆっくりだったゆっくりでしたね次ね、気になるのがね、これカレーパウダーカレーパウダー、あ、これも辛いからね、火吹きますわそうそう辛くて口の中が辛くなる口の中火吹くやつがそうですね飛ぶとうん、漫画みたいな感じ辛くなる違いだけどカレーパウダーじゃあもう火力マックスでございます、はい、ではどうでしょうかお願いしますあれ行かないんだカレーパウダー行かないですね行かないねうんじゃあ次きなこきなこあきなこ、ね、これどうきなこの粒子系はどうですか、うん、これねめっちゃめちゃ細かいと思うきなここれも期待できますよではどうでしょうかお願いしますおおおおおきれいきれいきれいだったね花火みたいにパチパチいきましたねなってたねねえきなこはきれいに燃えるんだね燃えるってことですね面白い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 シナモンシナモンこれはいきそうですこれだいぶ細かいねこれはどうでしょうか待ってくださいお願いしますうわうわこいつ予想を超えて今のところ最大な感じがしましたけどこれシナモンすごいパワーだねそうかこんなね身近な粉もすごい粉塵すると燃えるんだねそうなんですねそんなこと書いてないもんね確かにへえということはもう今日よく分かった、うん、あのこの細かい粉を使う時は絶対火のそばでやってはダメなことがよくわかりましたよそうリスクに先回り AIG 損保さんと同じですねちょっとうまくまとめるねうまくまとめるね綺麗にまとめたねそういうことですねうんなるほど、はい、よくわかりました、はい、ということでこれからもね面白い実験いろいろとやってみたいと思いますのでこちらからチャンネル登録お願いします
あー元気、最後、はい、2人でちょっとファイヤーしようか。そうですね、最後2人でやってみましょうか。あ、僕で違うパウダーいきます。僕じゃあコーンスターチいきます。よーし、じゃあメガネしといた方がいいよ、メガネしといた方がいいよ。じゃあダブルファイヤーでいこうね。そうですね、行きましょうか。いきまーす。口の中がすごい。あーでまた楽しみに。バイバーイ。